特集「すくよみ計画を振り返る」「本計画の概要。ムーンガザ開発の第一期、M、1期 ME1 から12年に実施されたブランドデザイン」テーマは「月文明の創生と繁栄に関する最適解」である「1」「地球・月間の航路構築」「2」「月資源の採掘・生成。3」「高級的月都市群の建設」由来は「月大塚さどり、 夜を滑る日本神話の神、く読みのこと。第2期、ダーウィン計画、ME13 から24年と、第3期、ガリレオ計画、ME25 から36年に先立つ、前期計画にあたる。3計画の指示は、スキー中管理局。ダーウィン計画とガリレオ計画。ダーウィン計画、ME13 から24年の主題は、地球難民の 優先的大量移住、月環境に対する人類の生物学的社会学的な適応月資源を生かした新基軸 AI の現地生産サイボーグ技術による人体の能力強化由来は19世紀イギリスの自然科学者地質学者生物学者チャールズ・ダーウィンガリレオ計画 ME25 から36年の主題は火星進出および地球月 火星間に横たわる物理的・心理的な隔たりを解消するための革新的コミュニケーション技術の挑戦的研究開発由来は16から17世紀イタリアの自然哲学者天文学者数学者ガリレオ・ガリレイスキー銃フェリーの就航を見据えた地球・月間の航路開発アポロ計画とアルテミス計画を踏まえた月面都市開発プロジェクトの成功から 我々はより日常的な新天地として月を再認識するようになった。またこれらの経験を集約し新設計された地球月間航路はスク読み計画の往復運航でさらに醸成された。その骨子は以下の3つ。1地球と月のゲートウェイを大型宇宙船で結ぶ。2ゲートウェイに接合するスペースポートからマスドライバーで射出する。 3地球と月の重力を用いたスイングバイで加減速するレゴリスやコペルニシウムなど月特有な鉱物資源の採掘と生成月鉱物類の多くは地球でも採取できるがレゴリスなどいくつかの種類は地球上に存在しないまた月都市の建設に必要な資材資源を地球から搬送するプランは非現実的だそこで 月光物理の採掘と生成が実施され各種用途に用いられた得られた資源の一部は地球月間を往復する運搬船で地球にも運ばれ地球文明の発展のため後半に利活用されている7つの月面ドームとドームちょった地下都市の建設およびこれらを結ぶ交通網の整備資源の採掘に乗じ整地されたコペルニクスクレーターに 七角形を描き各頂点の位置に気づいた七つの高級的都市群はチューブ上の地下交通網ルナルートルナルークで結ばれ月面では運送用ドローンたちが各種貨物を搬送しているチューブ内ではルナルート電動バイク電動カーが走りルナループを自動トラムが走りス隙居住者たちの生活を支えているルナルートとルナルークの路面は 電力供給用のスロットと軽浮上用のマグネットで構成されているつくよみフェスタ昨年末に開催された月の祭典は他に類がないほど万人に祝福される大盛況ぶりだった出来上がったばかりの月と市郡を訪れた地球の人々はその秀逸な仕上がりと居心地の良さに驚き奥深く温かい安心感を存分に堪能していた 各パビリオンではムーンガザの特徴や今後のプランなどが分かりやすく紹介され各イベントではリアルに実感を味わうことのできるさまざまなエンタメ体験コンテンツに長蛇の列ができていたしかし我々が最も感謝感類したのはこの祭典を通じ老若男女問わずどんな人でもそれぞれに「ここムーンガザで幸せに暮らすことができると実証されたことだ」 何よりも尊く、美しい。私たちは心から純粋にそう感じた。ME13 年11月1日。月刊ムーンガザ ME13 年12月号。